名鉄も90系電車は、かつて名古屋鉄道に在籍していた路面電車車両である。戦後の車両不足に際して名古屋市電から譲り受けた中古車両であり、その前身は京都市電狂気1系である。本形式は元来京都市電で使用されていた車両であることから、同線運営線に所在する本願寺に由来して、乗務員から本願寺の愛称で呼ばれていた。 第二次世界大戦末期、1945年7月19日の岡崎空襲において、岡崎市の市街地一帯は壊滅的な被害を受けた。岡崎市内線もまたその例外ではなく、各施設が破壊されたほか、当時11両が在籍していた、同線所属車両のうち6両が被災消失した。その車両不足解消のため、名古屋市電から急遽購入されたものである。 ダブルルーフ、オープンデッキ構造の木造に軸単車で、全車梅鉢鉄鋼所製であった。当初は N 電時代の塗装のままであったが、名鉄上と後は、名鉄路面電車車両の標準塗装であった緑と、クリームのツートンカラーに塗り替えられた。その他の仕様については、京都時代そのままとされ、台車はブリル 21E、制動装置は、ハンドブレーキのみ、終電装置として、 ポールを搭載していた。名古屋市電在籍当時は、京都市電時代の車番をそのまま名乗っており、名鉄入線後も当初は、現番のままとされたが、間もなくも90型に改称改版されている。N 電時代の番号は N82,N90,N91,N98,N104 とされるが、戦中線後の混乱期ゆの情報の作奏があり、N98 ではなく、 N85 とする資料も見受けられる。1954年1月に全社廃社となり、2両が岡崎市内の中学校に譲渡され後遺室として使用された。ABC 水、田中2019、P158、ABC 藤井2003、P41、藤井2003、P8、加藤、渡辺2015、P160。ありがとうございます。